今日のゲームは我々のいいサッカーができたにもかかわらず延長戦で勝ちきれませんでした。この経験を甘く考えるのではなく厳しく捉えることで、次の6月の、もう一つのカップ戦に、勝っていけるんじゃないかなと思ってます。引き続き応援よろしくお願いします。